今回は幸せスイッチをオンにするメンタルの取扱説明書という本をご紹介します。人は普遍的に幸せであることを望むものです。しかしその幸せとは一体何を指すのでしょうか。幸せを感じるとはどういう状態なのでしょうか。幸せスイッチをオンにするメンタルの取扱説明書の著者によれば、総合的な幸せの実態を把握するにはウェルビーイングという概念が適していると述べています。ウェルビーイングは生き生きしている、充実しているといった状態で人生が順調な感覚を表しています。つまり全体としてうまくいっている、全体としていい気持ちであるというより広い意味での幸せを指しています。したがって総合的な幸福感について聞かれる場合、あなたは幸せですかと聞くよりも、人生はうまくいっていますかと聞いた方が良いかもしれません。この視点からの方が瞬間的な幸福感と人生全体の幸福感を組み合わせた回答が得られるでしょう。幸せスイッチをオンにするの第2章では、幸せをコントロールすると題されたツール9が紹介されています。このツールでは幸せへの道筋を見つけるために日常生活において4つのエクササイズが提案されています。まず、状況が手に負えない時にコントロール感を高め、不確実な感覚に耐えられるようになるためには、生活にある程度の日課を取り入れることが効果的です。例えば寝る前の日課を設けることで、脳にスイッチを切る時間だよと知らせ、良い睡眠につなげることができます。また仕事終わりの日課や今後の予定を立てることも、安心感やコントロール感を高める手段となります。しかし人生には予測できない出来事や変化がつきものです。このような不確実な状況に適応できるようにするには、認知的柔軟性が重要です。これは一つの考え方にとらわれず、状況に対して複数の視点や解決策を考える能力です。状況や問題を別の視点から捉え、他の人たちがどのように考えるかを想像することが求められます。不確実な情報が脅威と感じられる場合、脳は確実性を求めて未知を解消しようとします。しかしそれが一時的な安心をもたらすことがあっても、結局は不安が増す可能性があります。ここで大切なのは、心配事について考える時間を設け、先が見えない不安に無理なく対処することです。人生には自力ではコントロールできない要素が多く存在しますが、自分でコントロールできる重要な要素に焦点を当て、それに専念することが可能です。著者は自分にコントロールできないものと自分でコントロールできるものを切り分け、幸せを築くために日常生活で実践できる効果的な行動を提案しています。幸せは単なる感情だけでなく、積極的な行動によって気づかれるものだと理解し、努力と実践を通じて日常に取り入れることが重要です。幸せスイッチをオンにするを通して、自分の生活に適した具体的な行動を見つけ、実践してみることで幸せへの一歩を踏み出すことができるでしょう。